はい、どうも吉谷です。今回はですね、ドリア化成の塾生さんからですね、成果報告、結果報告いただきましたので、シェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。吉田さん、こんにちは。成果報告です。古物商の、許可証を取ることができました。1ヶ月ほどかかりましたと。これで、古物市場にも入れますと。思ったよりも厳しかったので、これもネタになるかなと思いましたということで、ババン。はい、古物商許可証ということで、もう、輝いてますね、これ。うおーみたいな。輝いてる。輝いてる。素晴らしい。はい。結論ですね、古物商を、転売やるときに、取らないより取った方が、この古物の市場にも出れるので、いいのかなというところでございます。はい。で、今回ですね、結果報告いただいたんですけれども、これお問い合わせでもね、この塾生さんからいただいて、ライブ放送とかでも、お問い合わせいただいてて、古物商に関してね、いろいろやり取りはしたんですけれども、他の塾生さんも絶対古物商を取らないと転売できないっていうわけではないので、実際その、古物商を取った方が、古物のこのいろいろ仕入れる枠も広がるよっていうことなので、絶対確実って言われると、僕の知ってる周りで古物商を全員転売やってる人が全員古物商を取ってるかっていうと、取ってないですね、結論。はい。結論取ってないっていうのがあれです。はい。で、ここから古物商の話はね、ちょっとね、細かくなるんで割愛しますけども、結論ですね、古物商を取らなくても転売やってる人たくさんいますんで、そこに関しては、その取引量だったりとか、大きくやっていくっていう規模感覚の部分でも、そこで不安、もしね、古物商を取らないと大丈夫かなって不安の方はですね、また個別でお問い合わせいただくなり、ライブ放送でご質問ください。はい、この動画を見てですね、いや、古物商を取らないと転売大丈夫って不安になった場合は連絡ください。回答させていただきますので、はい。結論ね、この動画でお話しできるのは、僕の周りで転売で稼いでる人、古物商を取ってない人ほとんどですっていうことですね。はい。で、今回の結果報告から、お伝えしたいこと、まずですね、今回、塾生さんの変化、これが大きいですね。これが大きい。これ何かっていうと、どういう変化をしてたかっていうと、ドリア化の方でですね、転売っていうのをこうやってます。転売ね。で、転売やられてる人もいると思うんですけど、転売ですね、この、転売で稼ぐノウハウ、こちらですね。これやられてる方いらっしゃると思うんですけども、これね、すごく大事なことがあって、ノウハウを勉強するにあたって、最も重要なこと、それが、受動的か主体的かと、これです。ほとんどのうまくいかない人は受動的です。結果が出てない人っていうのは受動的、結果が出てるのっていうのは主体的です。で、例えば今回の塾生さんもそうなんですけど、この古物商を取るにあたって、主体的に質問、質問もそうなんですよ。質問も、ね、受動的か、それとも、主体的か。ね、この質問、僕もね、この十何年以上お客さんが質問に対してこう回答してて、ライブ放送でも、今日の夜もやりますけど、ライブ放送でこう対応してて、もう本当数え切れない。もう何万人レベルでやってますけど、このね、質問の質だけでも稼げる人と稼げない人っていうのは僕分かります。で、この塾生さんはですね、どんどん変化していきました。で、質問することだったりとか、こ
このやっていくことに関して全部最初は受動的だったんですけど、主体的に変わってきました。まあ結果報告するっていうのも主体的ですよね。例えば、ドリアカの、僕は講義の中に入れてます。このトップページの中で結果報告をしてくださいと。結果報告についてっていう講義を作って、この結果報告っていうのもドリアカの講義の一部です。わかりますか？これも、塾の講義の一部です。で、なんで結果報告が必要なのかっていうところをここで僕は話しています。なんで結果報告必要なのっていうのを話してます。まあ別に結果出てる人はいいんですよ。別に結果出てる人はいいんですけども、その今から始めて結果が、今までいろいろやってきたけど結果が出ない、もしくは今から初心者で始める人っていうのは結果報告してほしいです。まあドリアカの中では、ドリアカ生の中では、もうすでにですね、何千万稼いでる塾生さんもいらっしゃいますので、別にね、それはもう自分の媒体でいっぱいやってますから、その人たちはいいんですけど、まあ、今から始めるよって言ったりとか、まあ、今までいろいろやってきて稼げないっていう人は、まあ結果報告してほしいなっていうところです。はい、なぜ必要なのかっていうのはここで言ってますから、なぜ結果報告が必要なのか。はい、だからまあ結果報告する人って、そもそもまあこれ僕もね、シェアしてますけど、結果報告をしている人で、なんだ、今の現状より悪くなる人はいてない。結果報告をするイコール主体的に行動ができるようになってきている。主体的に行動ができるようになると、主体的に行動をするので、自分でノウハウを確立できたり、収入を上げるために主体的に質問をして、情報を取りに行くということですね。主体的に行動ができるようになると、主体的に行動するので自分でノウハウを確立することができたり、収入を上げるために主体的に質問して情報を取りに行くっていう行動に至ってくるわけですよ。で、ここのスパイラルに入ってくると、すごく結果はほぼ出ます。で、ここのスパイラルに入るまでが非常にね、ほとんどの人スパイラルに入らないですよ。このうまくいくっていう、これね、うまくいかない人、かない人は、うまくいかないスパイラルで回り続ける。で、結果が出る人は、結果が出るスパイラルで回り、走り出すと。まあ、この走り出すと。だから、うまくいかない人っていうのは、その負のスパイラルですね。うまくいかないスパイラルで回ってるので、また情報を買ったり、塾入ったりとか、同じことを繰り返すわけです。うまくいかない。うまくいかないことをうまくいかない。うまくいかないことをやり続けるんですね。今までうまくいかないことをまたやるんですよ。例えば、ノウハウコレクターで、今まで買ってうまくいかないのに、またノウハウ買うんですよ。申し上げますね。ノウハウを買ってダメ、うまくいかないのに、またノウハウを買うんですよ。で、これをノウハウが悪いとかね、理由つけるんですけど、ちゃいます。ノウハウが悪いんじゃなくて自分が悪いんです。もう一度言いますね。ノウハウが悪いんじゃなくて自分が悪いんです。なぜならば、自分が決断してノウハウをその買ってるんで、わかりますか？ノウハウを買った理由っていうのは誰が決めたんですかと。誰が決済したんですか？自分が決断して買ってるわけですよね。じゃあ、これわかりやすいで言うと、会社に入社して、会社の愚痴を言っている人たちは収入が少ないと。これもそうですよね。その会社に誰が決断して入社したんですかと。自分で決断して入社してるにもかかわらず、愚痴言って給料少ないとか言ってるわけですよ。いや、給料上げたいんだったら、その会社の売り上げに貢献するためにどういうことをしなければいけないのかっていうことを考えないといけないですよね。会社から給料をもらってる以上、そこで収入を上げたいんだったら、会社の売り上げに貢献するために何をしなければいけないのかっていうことを考えないといけないし、会社のために自分が何ができるのかっていうことを考えないといけないし、
そうしないと収入っていうのは伸びるわけないじゃないですか。これは一緒ですよね、これ。一緒。一緒なわけですよ。だから、結局自分で決めてるのにもかかわらず、それに対して何か言ってるわけですよ。それじゃうまくいかないですよね。これがリアルで落とし込むとこんな感じです。じゃあ、給料が高い人で、じゃあ、会社に入社して給料が高い人って、会社の売り上げが上がるように、考え、企画、そしてプレゼン。わかります？こういう人たちが給料って高くもらってません？で、なんでこういうことをやると、給料が上がるかっていうと、こういうことをやる人は、他人から、信頼を、獲得し、他の、社員から、上司から信頼を獲得し、出世すると。あいつは頑張ってるな。あいつはいつも会社のために頑張ってくれてるな。周りからの、あれも熱いと。上司からも信頼を受けた。必然と出世すると。信頼を獲得して出世するということですね。出世するイコール、出世、給料アップですね。まあ、こんな感じです。これ当たり前ですよね。だから結果が出る人っていうのは、結果が出るスパイラルに入ってるんですよ。じゃあどういう人かっていうと、このじゃあこ、これこの給料が高い人の事例をもうちょっと掘っていきましょう。じゃあこの給料が高い人たちっていうのは、企画、プレゼン、プレゼンなどをして、周りから認められたり、周りから信頼を獲得して、いくプロセスに楽しみを感じ、会社で働く、意義を見つける、意義を見つけた人は、自分の信念を作り、躍進する。まあ、こんな感じですかね。自分の働く意義っていうのを見つけて、その過程の中で自分のよしやるぞっていう信念、こうし確固たるものができてきて、そこに対して躍進こうしていくわけですよ。でも、もう楽しいわけですよね。やればやるほど周りから認めて、やればやるほど周りから認めて、やればやるほど給料も上がると。そこに対して、ああ、よし、これで頑張っていくぞっていう自分の中で信じる、念というかね、自分の中では、腰これだっていうのがこう見つかってくるわけですよ。そうすると、どん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 躍進して、どん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 行動していくわけですよね。で、そうすると、この結果が出る人は結果が出るスパイラルで走り出すと。まだここに到達すると、給料はどんどん上がりますよね。もちろんその会社によってね、それは変わってくるんで一概には言えないですけど、少なくともこのスパイラルに入って給料が下がるっていうのはないです。ただし、その会社がなんか下手こいて、売上が本当低下してやばいっていう状況になりました。で、倒産の危機になりましたってなったら分かんないですよ。それは分かんないですけども、ただし、これを考えてほしいんですけど、例えば、東芝さんの例。じゃあ、東芝さんも分かってると思いますが、東芝さんは、何千億の赤字、やばい、リストラ数千人、をする。で、このリストラされる人たちってどういう人ですか？この人たちをリストラしますか？考えてほしいんですけど、じゃあ会社を、東芝が、自分の会社を立ち直すぞってなった時に、この人たちをリストラします？こういう人たちをリストラすると思いますか？自分が会社の経営者で、こういう人たちをリストラすると思います？これから会社立ち上げるのに。会社これから立ち上げるのに、こういう人たちが絶対必要じゃないですか。リストラになるっていうのは、こういう人たちじゃない人ですからね。リストされる人たちっていうのは、こういう人たちじゃないです。わかります？もちろん、そのね、
その大人の事情も中にはありますよ。大人の事情もね、中にはありますよ。なんかそのコネクションで、コネで入ってる人だ、そのコネ的な部分も、そのね、その大人の事情みたいなのはあるかもしれないですけど、大抵リストラされる人っていうのは、会社にその、なんだ、貢献してない人が切られてきます。当たり前ですよね。会社に例えば1億円の利益をもたらす社員をリストラ対象にします。会社に10億円の売り上げを作った、企画を作った人をリストラ対象にします。しないですよね。だからまあこれね、本当リアルの、かいあのことで考えても分かることだと思うんですけど、ここなんですよね。ここのスパイラルにどういけるかっていうのがすごく重要です。OK ですかね。ここに、なんかここのスパイラルに入ってほしいなと。で、今回の、結果報告いただいている塾生さんは、もう本当ね、このスパイラルに入ってきました。このね、主体的に行動が出ると。結果を報告するイコール主体的に行動ができるようになってきていると。主体的に行動ができるようになると、主体的に行動するので、自分でノウハウを確立できたりと、収入を上げるために主体的に質問していると。で、これもネタになるかなと。要はネタ、あ、これネタに使おうって主体的じゃないですか。わかります？結果報告しつつ、結果報告するっていう主体的な行動プラス、これを取ったことによって、これもネタになるかなと。ネタになるかなと。主体的な発言じゃないですか。発言が。あ、これネタに使おうみたいな。ですよね。これも主体的ですね。これも、これで古物商入って、もっといろんな商品取り、あの、仕入れそうみたいな。主体的ですよね。だから、ここのスパイラルに入ると、どんどん人間っていうのはうまくいきます。ですので、ぜひですね、ここのスパイラルにぜひ入っていただきたいなと思います。で、ほとんどの人がこのスパイラルに入れないんですよ、正直。正直、このスパイラルに入れないです。ほとんどの人が、負のスパイラルです。負のスパイラルで生きています。だから上がらないですね、収入。だから上がらないです、収入っていうのは。会社にしてでもそうなんですけど、会社の給料が高い人っていうのはこういう人です。会社の売り上げが上がるようなことを考えたり、企画してプレゼンしたりとか、こういう人はですね、他の人から信頼を獲得して、上司からも信頼を得て出世していきます。出世して給料アップしていきます。ここの段階にならないと、ネットビジネスだろうが、リアルの仕事だろうが、お給料が上がる、収入が上がるということはまずないです。で、なんで、一番最初の話に戻しますけども、結果報告してくださいっていう、僕がここの講義に入れてるかっていうと、ほとんどの人がここなんですよ。ここの負のスパイラルで回ってるんですね。ネットビジネスをやったとしても、負のスパイラルで動いてるから、負のスパイラルの習慣は、変わらないんですよ。負のスパイラルの習慣の中でネットビジネスやっても、負のスパイラルに入るので、うまくいかないんですよ。でも、結果報告するっていう新しい習慣、アウトプットするっていう新しい習慣ができることによって、こっちのプラスの、こっちのね、スパイラルに行くようになり、なりやすくなるわけですよ。でも、僕思うんですけど、今まで結果報告いただいてる方、全部僕もシェアしてますけれども、結果報告来てくれてる人で、なんかうまくいってない人あんまいないですよ、正直。結果報告をちゃんとしてくれる人。結果報告をちゃんとしてくれる人で、うまくあんまりいってないっていう人、僕あんま知らないですね。ほとんど前にどんどん前進してます。必ず前に何か前進してます。でも、多分結果報告してない人は前進してないですよね。で、結果報告に関しては何でもいいってことで言ってますよね、僕は。何でもいいっていうことを多分言ってると思います。何でもいいので結果報告。要は、結果が出たことが、これね、こう最後言っときましょう。大切なのは、結果を出して報告することではないと。主体的な行動の習慣をつけるために、報告するというのが本質。
わかります。結果を出して報告するっていうことが本質ではないです。本質っていうのは主体的な行動の習慣が自分がこうつけられるため、なぜつけないといけないのかっていうと、今まで受動的だったりとか、その負のスパイラルに入ってるわけですから、ここの行動を変えていかないとうまくいかないわけですよ。で、結果を報告する、アウトプットするっていうことをこまめにやってると、これが習慣化になってくるんですね。で、習慣化になってくると、まあ、歯磨きのように、歯磨きって確かにまあ面倒くさいなと思う時もあるかもしれないですけども、なんか習慣になってません？なんか歯磨きをするのにマインドセット必要ですか？毎日の歯磨きにマインドセット必要ですか？毎日の歯磨きをするために、するためにモチベーションを上げる方法的な、書籍を読まないと、歯磨きはできません。歯磨きはすることはすることがはできません。私はこんな人いないですよね。私は、吉谷さん、私は毎日の歯磨きをするためにモチベーションを上げる方法的な書籍をこう読まないと、歯磨きできないんですよ。いないんじゃないですか。絶対いないですよね。いや、僕、動画見ないと歯磨きできないんです。いや、それは子供でしょうと。仕上げはお母さんじゃないですか。いやいや、大人なんだから仕上げはお母さんいらないでしょうって話じゃないですか。ね。確かに子供の時は仕上げはお母さんって言っちゃう、お母さんが必要だったかもしれないですけど、NHK でやってる、あれを見ながらやらないとできなかったかもしれないですけど、大人なんだからっていうね。だからここの、まあ、歯磨きレベルにそのアウトプットが当たり前っていうところまで行くと、もうどんどんいい方向に行きます。っていうか、例えばでしょ、じゃあ歯磨きの例で言うならば、歯磨きを毎日して悪い方向に行きます。正しい歯磨きを毎日して、なんか歯が悪い方向に行きます。なんか虫歯になる方向性になります。もうなんかね、歯茎をめちゃめちゃ痛めつけるような歯ブラシをしてたらそれはダメかもしれないですけど、ちゃんとした普通の歯磨きしていて、ね、その虫歯になる歯にどっちの方が確率的に多いですかって話じゃないですか。じゃあ毎日歯磨きをしないのと毎日歯磨きをするのじゃ確率的にどっちの方が、なんだ、虫歯になる確率多いですか？絶対毎日歯磨きしない方が虫歯になる確率大きいですよね。だから悪くなることはないんですよ。だからまあその年齢とともにね、歯がねこう弱くなってきてっていうのはあるかもしれないですけど、そんな悪くなることないですよね、毎日歯磨きしていて。ちゃんと歯の手入れしてて悪くなることってそんなないと思うんですよ、ちゃんと丁寧にやってれば。だからその80歳とか70歳でも自分の歯20本ある人っていうのは毎日歯磨きしてますよ、多分普通に。あとはなんかその、まあ、歯の話になってくるとちょっと特殊なあれも出てくるんですけど、なんかその菌の問題なんかあるみたいなんですけどね。歯を磨かなくてもなんか歯ブラあのなんだ、虫歯になりづらい体質の人とかもいるんですよね、なんか。まあ、いろいろあるんで。ただまあ、歯磨きをして、なんだ、虫歯になる確率ってそんな高くないじゃないですか。てかむしろ低くなりますよね、毎日歯磨きすれば。だ悪くなることはほとんどないわけですよ。だけど毎日歯磨きしないと虫歯になる確率は非常に高くなるよということですよね。だから結果報告に関しては、主体的な行動を取る、習慣をつけるために報告する。これが本質です。だから今の負のスパイラルから抜け出すために、結果を報告常にすることによって、このアウトプットっていう、これが当たり前になってきますから、そうしたらどん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 いい方向になります。いい方向に。質問の質も、自分の行動の質もどん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 変わってきます。受動的か主体的かと。受動的か主体的かと。どっちの行動ですかというところですね。
受動的なのか主体的なのか。例えば会社で、やらされている、会社で仕事をやらされているのか、会社で仕事を自ら、やっているのか。これで全然違う、雲泥の違いですね。同じ A っていう作業をしてても、うわ、めんどくせえ、ダリーみたいな。早く終わんねえかな、ダリーってやっているのか、それとも一つの作業に対して、あ、これ今日どうやって終わらせようかな、早く終わらせようかな、よし、こういうふうにやったら、ちょっと早く終わんじゃねえかな、自らこう考えて、自らやってる、なのか。これね、同じ作業をやってる、雲泥の差が出てくるんですね。自らやってるのか、それともやらされているのか。ほとんどの人は、だりーな、めんどくせえな、早く終わんねえかな、みたいなね、やらされてるんです。だからうまくいかないです。だから全部がうまくいかないです。自らやって主体的に動いてるのかっていうところが大事です。だからこれはもうね、もう正直ネットビジネスの枠とかそういうレベルじゃないんですけど、まあ普通の話というかね。でも僕は思う、まあ、なんでこういうね、普通の話を僕がするかっていうと、何千人、ネットビジネスに入ってくる人たちの何千人って今まで十何年以上見てきましたけど、これができてないんですよ、結論。当たり前のことができてないんですから、だから言います。だってそうなんですよね。社会人になって最初何習いますかと。まあすみません、これ会社によって違うかもしれないですけど、社会人になって一番最初の研修は、挨拶から。結構この会社多いですよ、こういう会社。挨拶から入ってるの。要は当たり前のことができてないんですよ、みんな。一番最初挨拶からやる会社あると思いますよ。僕が一番最初就職した会社は、挨拶から入りました。でも挨拶ってなんか社会人になって勉強することですか？習うことですか？別に習うことじゃないですよね、挨拶なんて。だけどやるんです。なんでやるんですか？できてないからです。だから研修に入ってるんですね。だから当たり前のことを結構ね、みんなできてないんですよ。だから凡事徹底っていうことを言ってますけど、凡事徹底で、凡事徹底っていうのは当たり前のことを、誰もがやれることを誰もがやらないレベルでやるというのが、まあ凡事徹底ですよね。じゃあなんだろう、まあ凡事徹底、なんかいい言葉出てこないかな。当然、まあ、当たり前のことを当たりにやると。もう凡事徹底の準備。凡事徹底の準備編。準備編。凡事徹底の準備編にしておきましょうか。凡事徹底の準備編。こっち凡事徹底。当たり前のことは当たり前にやる。で、凡事徹底、誰もやれることを誰もやらないレベルでと。だから、その誰もがやることすらやれないっていうね。誰もがやれることすらやれないっていう。だからまず、準備編で当たり前のことを当たり前にやると。その後は誰もやらないことを、誰もやらないレベルでやっていくということで、まとめましょうか。まあ、こんな感じですかね。ということでですね、今、塾生さんの中でですね、結果報告、別に強制的ではないんですけど、結果が出てないということであるならば、まずここの習慣を変えないといけないですから、結果が出てる人は別に結果報告する必要ないですよ、結果出てるんですから。もう僕、100万稼いでます、200万稼いでます、まあ、上級者の方もいますから、全然その、自分のメディアでだんだん、ガンガン情報発信できてますよ、全然 OK です。ただ、この習慣化できてない人は、習慣できてない人は、
習慣できるようにですね、これですね、主体的な行動をとる習慣を、つけるために報告するっていうのをやってみてください。めんどくさいかもしれないですけど、これが当たり前にならないとダメですから、別に僕に報告しなくても、この動画でも言ってるかもしれないですけど、この動画でも言ってるかもしれないですけど、別に自分のメディアでね、ガンガンやってるんだったら全然いいです。ということで、今回ですね、ドリア火星から、素晴らしい、古物商、許可証というね、この金色のね、水戸黄門のなんかこれ、どこでも通れるんじゃない、許可証、これ見せたらどこでも橋渡れるんじゃないかっていうな、すごいね、写真を送っていただきましたけど、僕も初めて見ましたね、すごいですね。これは武器になりますから、これの取った方法とかぜひですね、ここで、ネタにしていただきたいなと思います。ではですね、これで、結果のシェア動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。